令和5年3月1日現在、江東区の人口は53万3403人。臨海部地区の開発により人口は急増。令和4年7月から53万都市となり、今もなお発展を遂げています。それでは魅力あふれる江東区をご覧の項目、江東区の歴史、豊かな水辺と緑、スポーツと人情が熱い町、子育て支援、そして江東区のこれからという5つの項目に分けて改めて見つめ直してみましょう。江東区の歴史。室町時代の江東方面はほとんどが低湿地でした。江東地区の開発は徳川家康の入府による江戸の拡大とともに始まります。明治初期から水運の便を生かし、紡績や食品などの軽工業の工場が建ち、明治末期から大正にかけては重化学工業が発達しました。昭和22年、それまでの深川区と城東区が合併して江東区が誕生。この頃から続々と埋め立てが進み、有明、東雲、辰巳、夢の島などの一部が江東区に編入されました。特に江東区地先はゴミの埋め立て処分場として使用され、江東区民は悪臭とハエの大量発生、そしてゴミ収集車による交通渋滞などに悩まされてきました。昭和60年、中央防波堤埋め立て地以外、ほぼ現在の江東区の姿となりました。平成に入り、開発が進む臨海部を中心にマンションが急増。平成9年から5年間で人口がおよそ2万6000人も増加しました。平成30年10月、豊洲市場が開場。日本の台所として機能しています。令和元年10月、中央防波堤埋め立て地の帰属問題が判決確定により終結。およそ8割が江東区に帰属となり、翌年4月、公募による新しい町名、海の森が誕生しました。そして令和3年、東京2020オリンピック・パラリンピック大会では、区内の競技会場が多く使用されました。豊かな水辺と緑。区内には江戸の頃より水運として利用されてきた河川や運河が縦横に流れています。水運としての役割を終えた河川や運河は、水と親しめる公園として整備されました。公園では桜、牡丹、花菖蒲など四季折々に花々が咲き、また鳥たちが水辺や豊かな緑に集まり、人々だけでなく生き物にとっても安らぎの空間となっています。豊洲ふ頭をぐるりと囲むように全長 4.5km の園路が整備されている豊洲ぐるり公園。海を見渡す開放的な眺望で、散策やランニングなどにおすすめです。豊かな水辺環境は触れ合いの場でもあります。大横川で毎年開催されるお江戸深川桜祭り。春になると両岸の桜が咲き誇り、深川の街並みに春の彩りを添えます。毎年区内外から多くの方が訪れ、うららかな春を心ゆくまで堪能します。旧中川川の駅では、東京でも数少ない水辺環境を生かしたイベント、ボートフェスが開催されます。
川風を感じるカヌー、水面を滑る小型ヨット、そして動力船などさまざまな船で水上散歩体験ができる貴重なイベントです。このほか旧中川あじさい祭り、水彩フェスティバル、豊洲水彩祭りなども開催され、水辺は安らぎや触れ合いの空間として大いに活用されています。スポーツと人情が熱い町、区ではスポーツ&サポーツ高等シティ in 東京、スポーツと人情が熱い町高等区をブランドコンセプトとして、ロゴマークとともに区の魅力を区内外に発信しています。そこでまずはスポーツイベントを見てみましょう。潮風に乗って走ろうをスローガンに毎年開催される高等シーサイドマラソン大会、全国から集まったおよそ4000人のランナーが夢の島競技場をスタートゴール地点に10キロとハーフの部に分かれて江東区の街を走り抜けます。ファミリースポーツチャレンジは、さまざまなスポーツやゲームに親子や友達同士楽しくチャレンジできるイベントです。特に小学生長縄跳び大会は区内の小学校から10校が参加、日頃の練習の成果を発揮し江東区ナンバーワンの栄冠を目指します。東京2020大会の競技会場の一つ、海の森水上競技場で行われる江東子どもカヌー大会は、小学4年生から6年生までが200メートルの直線タイムを競います。子どもたちに普段馴染みのないスポーツの可能性を提供する水辺を生かしたスポーツイベントです。また有明アリーナでは、区内の全区立小学校義務教育学校前期課程の代表児童が集結し、高等ボッチャフレンドリーマッチが行われました。区ではこれらのスポーツイベントを東京2020大会のレガシーとして継承します。昨年11月には夢の島総合運動場内に夢の島スケートボードパークがオープン、子どもも大人も安心して楽しめる初級・中級者向けの施設です。これは江東区出身の堀米雄斗選手が東京2020オリンピック男子スケートボードで金メダルを獲得したことを契機に整備されました。今年10月には体験イベントやコンテストなどのフェスティバルを開催予定です。一方、下町江東区は人情の町でもあります。毎年世代をつなぐ心の触れ合いをテーマに行われる江東区民祭り地区大会は、近隣の方とコミュニケーションを深めるイベントとなっています。亀戸地区夏祭り大会では子どもたちがさまざまな遊びにチャレンジ、また盆踊りや花火で地域の皆さんが盛り上がります。大島地区大会のビッグカーニバルでは演奏や踊りなど地域の皆さんの練習の成果を発揮する機会になっています。砂町地区大会の土壌金魚つかみや餅つき大会は、下町らしい手作りの温かなお祭りを感じるイベントです。そして区内最大のイベント江東区民祭り中央祭りは、パレードや産業展、全国の特産品バザールなどが行われ、区民祭りの最後を飾るにふさわしい催しです。祭りを通して地元を盛り上げたいという皆さんの思いが地域の絆を深めています。また今年は3年に一度の深川八幡祭り本祭りが開催されます。
富岡八幡宮氏子各町の50を超える神輿が一堂に会する連合渡御。そのダイナミックな光景は唯一無二、国士無双。わっしょいの掛け声で神輿とともに江戸の頃より守り続けてきた伝統をも担いで、人と人との絆を確かめ合います。防災・防犯の面でも地域の方々の強いつながりがあります。毎年行われる江東区総合防災訓練では、災害協力隊や地元の消防団など地域の方々が連携を確認する機会。自分たちの町は自分たちで守ろうと日々訓練を重ねています。子育て支援。区では未来を担う子どもたちが健やかに成長していける環境を整えるため、子育て支援の充実に力を入れています。昨年4月には区内7カ所目となる亀戸子ども家庭支援センターがオープン。木のぬくもりを生かした作りで、たくさんの遊具やおもちゃがあり、親子でゆっくり遊べます。さらに昨年5月、住吉に子どもプラザがオープン。親子で本に親しめる子どもプラザ図書館やバスケットなどができる多目的スペース、楽器が演奏できる音楽室、地域交流スペースなどが入った複合施設です。そしてここには区内8カ所目となる住吉子ども家庭支援センターがあります。子ども家庭支援センターは保護者同士の出会いの場であるとともに、子育て相談やリフレッシュひととき保育など育児のパートナーとして子育て家庭をサポートします。また令和4年4月には保育園児の待機児童数ゼロを達成。積極的な施設整備による定員増や居宅訪問型保育事業などの多様な保育サービスの継続実施により、きめ細かいサービスを提供しています。令和5年度には所得制限なしで全ての子育て世帯に電子クーポン3万円分を配布し、家計の負担軽減を図ります。さらにこれまで中学生までを対象としていた医療費助成を所得制限なし、自己負担なしで高校生相当まで拡大します。江東区のこれから。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸は江東区の南北を結ぶ重要な路線計画です。区では沿線地域の目指すべき将来像をまとめた地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定。延伸路線の整備を最大限に生かしたまちづくりを推進します。江東区とゆかりの深い渋沢栄一。今年旧渋沢家住宅が区内で公開され、令和6年には新1万円札が発行される予定です。区では観光事業の一つとして、区内の渋沢ゆかりのスポットに説明板や AR 機能を設置するなど、渋沢栄一と区のつながりを区内外に PR し、にぎわいの創出につなげます。直近の江東区政世論調査では、江東区にずっと住みたい、当分は住みたいを合わせた定住意向は 90.7% でした。豊かな水辺と緑の環境に恵まれた町、そしてスポーツの情熱と心温かな人情にあふれる町江東区は、これからも発展を続けていきます。
正午、3時、7時、役立つ情報放送中、見てねとことみちゃんも言っています。